それではこれより第20回原子力規制委員会を始めます。最初の議題は内閣府原子力被災者生活支援チームの土地活用される区域を往来する住民への放射線防護対策についてです。本件は7月1日の原子力規制委員会において内閣府原子力災害対策本部、原子力被災者生活支援チームからの依頼を受けて具体的な放射線防護対策として原子力規制委員会として評価コメントすることを求められているものです。本日は支援チームの須藤事務局長補佐においでいただいていますので説明をお願いします。ありがとうございます。原子力被災者生活支援チーム須藤でございます。私からは資料1に基づきましてご説明を申し上げます。1ページめくっていただきまして2ページ目に考え方を整理してございます。1つ目のポツでございますけれども、これまでの解除と同様に年間積算線量が20ミリシーベルト以下であることを前提と考えております。3つ目の丸でございます。今般新たに策定する放射線防護対策は特定復興再生拠点区域における放射線防護対策についてを精査し、これに所要の修正を加える形で検討いたしました。具体的には土地活用に向けた避難指示解除によって住民の日常生活の中に拠点区域外で過ごす時間が加わる可能性が生じるという観点から精査を行ったものでございます。このページの最後のポツでございます。実際に放射線防護対策を行う場合には自治体等のご意向も踏まえまして取り組みの対象者や実施頻度等に慎重に見直しを加えていくこととしたいと考えております。次のページ3ページでございます。放射線防護対策の在り方でございます。このページの見方でございますけれども青い枠で囲ったところがございます。これはこの後ご審議いただきます本部中に記載をしているものでございます。この青枠の下に矢印を出しております。これは具体例あくまで例示でございますけれども取り組みの想定される内容を記載したものでございます。この青四角の中だけ読み上げます。一つ目が土地活用される区域を往来する住民の個人線量の把握管理、2つ目が蓄積された個人線量データを活用した行動パターンごとの被爆線量の推計情報提供の促進、3つ目が個人線量計の測定結果や蓄積されたデータに基づく行動パターンごとの被爆線量推計を被爆線量の低減策や放射線に対する不安に応えるための対策の検討に活用できるようにする、そして最後に震災当初と現在の空間線量率の比較図の形式的な提示等による情報提供の促進でございます。なおこのうち個人線量の把握管理及び個人線量データを活用した行動パターンごとの被爆線量の推計についてはイメージをおつかみいただくために参考資料をご用意してございます。次の4ページをご覧をいただきたいと存じます。これは今年3月に常磐線再開通をしておりまして、その際先行解除ということで双葉駅大熊駅でのが解除されております。ここで個人線量計の貸し出しをしてございます。不特定多数の方がいらっしゃる場所ですので、その場で借りられるようにということでございます。真ん中に具体的な流れを記載してございます。下には貸し出し場所の外観、貸し出し時間、貸し出し日を写真等でお示しをしてございます。なお貸し出す線量計は APD でございまして、所持している時間の合計積算線量が測れるようになっております。次の5ページ目でございます。外部被爆線量のシミュレーションを用いたリスクコミュニケーションの例でございます。土地活用される区域を任意の時間自由に移動した場合の外部被爆線量を推計をしてみました。任意の移動時間として 1.5 時間 2.5 時間極端な例になるかもしれませんけれども8時間とこの3つ設定してございます。これは 1.5 時間 2.5 時間については国土交通省の調査によって得られた平日及び休日の平均公園滞在時間でございます。
途中原子力規制庁さんが実施されました、モニタリングの結果を統合した空間線量マップを活用させていただいております。下に結果が記載がございます。 1.5 時間、2.5 時間、8時間それぞれ拠点外訪問1回あたり約 1.48 マイクロシーベルト、2.47 マイクロシーベルト、7.90 マイクロシーベルトを中心に分布しております。曲線はそれぞれの分布を足し合わせていったものでございます。左下の 1.5 時間のケースについて申し上げます。 25% の方が 1.34 マイクロシーベルト以下、5割の方が 1.48 マイクロシーベルト以下、95% の方が 1.90 マイクロシーベルト以下の被曝に収まっていることが示されております。こうして自らの行動パターンの選択のためのツールとして活用いただくことを想定してございます。こういったシミュレーションを活用いたしまして避難指示解除後には被曝線量の低減策などの検討を進めていければと考えているところでございます。次のページ参考の3は参考の参考という形になります。環境省さんの事業でございます。本事業は今回ご審議いただく土地活用される区域における放射線防護対策に基づいて行う取り組みではございませんけれども、避難指示解除後は、同様の取り組みを行っていきますので、あくまで事業の紹介として掲載をさせていただいたものでございます。続きまして7ページ目が今回お諮りいたします本体でございます。委員長からご紹介ございましたとおり、7月1日の原子力規制委員会において、帰還困難区域の放射線防護対策について、特定復興再生拠点区域外における土地活用関連を報告をさせていただきました。本日は前回のご指摘を踏まえて関係各省と連携して作成した具体的な放射線防護対策の案をお諮りするものでございます。一ポツに検討の背景が記載ございます。長文でございますのですいません、口頭でざっくりご紹介をさせていただきます。今回の検討は本年2月に飯舘村からふるさとのつながりの象徴となる復興公園を拠点区域外に整備し、整備後は住民が折に触れて訪れることができるよう避難指示を解除してほしいとの要望があったことを受けて行うものでございます。他方、帰還困難区域を抱える町村は従前から帰還困難区域に帰還居住したいとの意見を表明されております。現在これに対応するための一つとして特定復興再生拠点制度が存在いたしますが、拠点区域外の方向性を早期に示してほしいとの強いご要望をいただいております。これにつきましては町村のご意見ご要望を一層丁寧に伺いながら政策の方向性を検討してまいります。8ページの2ポツをご覧をいただきたいと思います。一段落目でございますけれども、住民の放射線防護対策については帰還居住する住民の日常生活における被曝線量の低減や放射線の健康不安に可能な限り応えることを目的として平成25年に規制委員会に基本的考え方をお示しいただき、また平成30年にはこれに沿って拠点における放射線防護対策が策定されております。2段落目でございます。今般新たに策定する放射線防護対策は土地活用に向けた避難指示解除によって住民の日常生活の中に拠点区域外で過ごす時間が加わる可能性を考慮して住民の安全安心のために策定するものでございます。したがってそうした可能性があるという観点から、既存の放射線防護対策を精査しこれに所要の修正を加える形で、策定を考えております。また次の段落でございますけれども具体的には、拠点での防護策を参考としております。以下拠点防護という言い方をさせていただきたいと思います。これはまず拠点区域の住民も土地活用される区域を往来するようになること、また拠点防護が基本的考え方よりもきめ細やかな放射線防護対策として策定されていることを考慮したものでございます。次のポツは新しい取り組みでございます。失礼しました。
今回、すいません、ちょっと一歩飛んでおりましたね。すいません、失礼しました。大変失礼しました。今回、この9ページ目の一番上のポツでございますけれども、新しい取り組みでございます。新たな取り組みとして、環境整備に従事する作業員の個人線量の活用を、記載してございます。これは、これまでの避難指示解除において、準備宿泊等を通じて事前に個人線量を測定してきたことと同様に、拠点外についても、作業員の個人線量を活用し、解除区域の個人線量を事前に提供できるようにすることを目指したものでございます。括弧2でございます。大変失礼しました。住民の被爆線量の低減に対する対策でございます。基本的には拠点防護を中心に考えておりますが、拠点防護この中でですね、括弧2の一番上のポツの中に土地活用される区域での行動パターンごとという言葉が出てきます。拠点防護では生活パターンごとという記載がございました。これは実態に即して修正するものでございます。括弧3に参ります。リスクコミュニケーション健康不安対策でございます。これは基本的には放射線防護の内容を踏襲してございます。で、放射線防護で括弧1にありました相談窓口の充実は今回括弧3に持ってきております。また拠点防護に記載のありました日常生活を営む上で生じうる種々の不安を解消するための生活再建支援策と一体となった相談体制の確保については削除してございます。ここでは日常的な生活を営むことを想定していないためということでございます。9ページ目の最後2つ目の段落でございます。2つの段落でございます。1つ目は取り組みを実施する際には丁寧に実施する必要があること。これは今回検討している避難指示解除の仕組みが新たなものとなるということを踏まえたものでございます。2つ目の段落です。取り組みの対象や実施頻度等については自治体等の意向も踏まえて慎重に見直しを加えていくことを想定してございます。これは拠点防護と同様に防護策そのものが住民のストレスにならないよう柔軟な運用を意図したものでございます。以上でご説明を終わらせていただきます。はい、ご意見ありますか。万員。はい、説明ありがとうございました。この、7ページ目からの、資料タイトルを見ると特定復興再生拠点区域外における土地活用に向けたっていうのがあるので逆に非常に分かりにくくなってるんですけれども、結局のところこのパワーポイントの5ページ目のこの地図がありますが、これの赤い線で囲まれたところが再生拠点になるわけですよね。で、当然ここを除染して解除すればここに戻ってお住まいになる方々がおられると。だからその意味ではこれまでの再生拠点の、その解除と何ら変わるものではない。ただその周りのところが除染しない状態ではあるけれども一緒に解除をすると。でもそこも解除するタイミングにおいては3.8 マイクロシーベルトパワーというその数値基準は下回ると、すなわちそれを上回るところは残らないというふうに見込まれているわけですよね。で、実際にその拠点区域外のところに何か生活してて色ついているわけじゃないですから、だから除染というのは手段でしかないということを前回申し上げましたけれども、それ以外の対策としてできることって何か変わったことがあるわけではないと思うんですね。やっぱりここに戻られる方を中心にきめ細かいその線量の把握ですとか相談に乗っていく、それとあともう一つあるとすれば、ここに時々来られる方がおられるだろうと、お住まいにはならないけれどもこの拠点区域外に来られるような方もいるだろうと、でそういう方々が蚊の外に置かれることがないようにということだと思うんですね。ですから実際今日の説明を聞いても防護対策として、以前ここで説明を受けたものと基本的には変わらないと思っていますし、で実際そうするしかないんだろうと思います。でこの5ページの予測のこの線量の分布図が出てますけれども、これはあくまで、机の上での話であって、で多分このシミュレーションというのはこの区域の中をランダムに動き回るということを想定しているので、
例えばその線量が高いこの端っこの方の区域をですね、そこを何度も何度も往復しているようなケースが頻度は低いけれどもこう出てくるので、この一番右下のグラフですか、この下の方にあの裾の方に高いのが出てくるというそういう解釈ですよね。だから、まあ、これはこれでいいんですけれども、多分きめ細かくやるということは実際にここの区域のやっぱりそのドースマップをですね、丁寧にきめ細かいものを作って、でそれを適宜アップデートしてきちんと情報を提供していくというのがまず一番基本になるんだろうと思いますし、でそれとともにあのここにお住まいになる方を中心に住民自治体の要望をきちんと吸い上げていくということになると思うんですね。ですからそういう形であの必要な情報をきちんと提供していただきたい。でその際にやはりあの個人情報の保護をきちんと行った上で、プライバシーを保護した上でどういう、まあ、生活様式によって線量がどれぐらいになるのかっていうのを少なくともこのコミュニティの中ではきちっと情報が共有されるべきだろうと思いますので、そういったことを、まあ、きめ細かくやっていただきたいと思います。あのこの内容について特に異存はありません。はい、田中委員。はい、あの原子力規制委員会は25年の11月20日に帰還に向けた安全安心対策に関する基本的考え方というのを示してですね、それに基づいてこれ説明があったと思います。まあ、20ミリシーベルトを年間に見据えて以下になることが確実であることとかですね、まあ、個人線量を用いること基本と等々あって、それに基づいたかと思います。またあの、旋回の時に示された空間線量率のありましたけどもですね、それで年間の被曝線量に換算するとおおむね20ミリシーベルトよりも下がるんだということよく分かったんですけども、ちょっと今晩委員が言ったことの関係するんですけどもですね、今日の資料で何か分布がありましたですね。でやって、まあ、場所によればちょっと濃度が高いと言いますか、ね、ホットスポットということはいいかどうか分からないんですけどもですね、やっぱりちょっとそういうふうな、よりきめ細かなですね、線量法についても示すことが大事かなと思いますし、それから前回ちょっと若干申し上げたんですけども、山菜の一部にセシウム等がですね蓄積されることがあるかと思います。まあその知ってる人は知ってると思うんですね、そういうのを食べたらダメだよとかですね、ちょっとそういうホットスポット的な話と山菜にもちょっと高いものがあるかというようなことをですね中期換気するというか、そんなことも大事かなと思いました。はい、他によろしいですか。このパワーポイント、まあ、最初にご説明いただいた内容ですけども、先頭に出てくるこの年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であることを前提とすると、こう書かれている以上ですね、これ要するに普通の解除と特に大きく変わるものではないですよね。でその後、特に今回、挙げられている防護策もこれ拠点に対してだって同じことですよ。あの特段のというわけではなくて、だからあので規制委員会前回も申し上げたように状況がふさわしいものであるかということが最も重要なので、その状況がふさわしいものである以上これ普通の解除と変わらないし、今回は土地活用っていう視点で書かれているけれども、この状況が達成されているのであれば、拠点に居住されるのと本質的に変わるものではないですよね。ですからあの居住やその生活の主体というのが、拠点区域という形になってはいるけれども、今回この拠点と同時になるであろうその拠点外の土地利用の部分であれば、これ仮想的な言い方であるけど、たとえ住んだってお住まいになったところでそれを問題にするものではないというふうに思います。ですからこれ拠点と拠点防護という言われ方をされていたけど、それと本質的に変わるものではないし、規制委員会としてはその年間積算線量がきちんと20ミリシーベルト以下になっているということの確認と、それから前回も申し上げたようにやっぱり個人線量ベースでの確認というのをよりきめ細かにやっていくと、まあそれに尽きるのかなという気はいたします。まあ本当にこれ特にっていうものではなくて、
基本的な姿勢はもう拠点内であったと同じことではあるのでということを、まあ、強調しておきたいと思います。他に、特にご意見なければ、今支援チームからご説明いただいた放射線防護対策の案について、機関に向けた安全安心対策、まあ、基本的考え方ですね、これにのっとった方向で取りまとめられているということで、まあ、原子力規制委員会として、まあ、この考え方に、同意するということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。次の議題は、日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変更許可についてです。核燃料施設審査部門の長谷川管理官から。ちょっと入れ替えの時間がありますので。核燃料施設審査担当の長谷川でございます。本件につきまして、本件についてはですね、資料2でございますけれども、7月29日の原子力規制委員会におきまして審査結果の案を取りまとめていただきまして、その後経済産業大臣に意見を伺ってきたところでございます。で、今般経済産業大臣からの回答がありましたので、それについての報告をし、許可の判断をお諮りするものでございます。でまずですね、経済産業大臣の、聴取の結果でございますけど、答申ページの3ページでございます。で回答としましては許可することに異存はないという回答をいただいております。でまたですね、審査書の方につきましてはですね、事務局の方で、精査をですね行ったところですね、一部記載の適正化を行いたいところがございます。記載の適正化につきましては一番最後のページで答申ページの104ページになります。ここで修正箇所として、旧と新ということで、お示しさせていただいてますけれども、該当箇所としましては、答申ページの96ページでございまして、施設の共用の部分にですね、の一部にですね、記載が不足をしているMOX燃料加工施設と共用する、施設名について、記載が不足しているのが、上の段。それから同じくですね、同じページの、まあ、施設の共用の規制委員会のまとめのところでですね、記載の位置をですね、記載位置をですね、間違っておりまして、適正化を行いたいという、この2点でございます。この記載の適正化を行った以外にですね、ページ5ページの別紙2のですね、記事への適合性については特に変更はございません。で、よってですね、原子炉等規制法51条の3号各号の規定に、の、まあ、許可の基準にいずれも該当しているということから、別紙3、答申ページの103ページになります。よろしければ原子炉等規制法、まあ、51条の5第1項の規定に基づいて、許可してよろしいか、まあ、ご審議いただきたいと思います。事務局からは以上です。はい、審査書については前回議論済みではありますけど、特に改めてご質問ご意見があれば伺いますが、いかがでしょうか。この審査書の記載の適正化の部分というのは、これ、対応する部分が申請書にあるはずですけれども、申請書は元からこうなっていた。申請書に間違いはございません。間違いないですね。はい。はい、他によろしいでしょうか。それでは本件、この日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変更許可について、お一人ずつ許可についての判断を伺いたいと思いますけれども、田中委員、いかがでしょうか。はい、変更許可、そういうことでいいと思います。山中委員、異存ございません。万委員、許可することに異存ありません。石渡委員、
異存ございません。私も許可することに賛同いたします。それでは原子力規制委員会として日本原燃株式会社再処理事業所における廃棄物管理の事業の変更許可を決定します。ありがとうございました。3つ目の議題ですけど、これも日本原燃株式会社、廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開始後の公衆の被爆線量評価にかかる審査方針について、本件は核燃料施設審査部門の島さんから説明をお願いします。はい、核燃料施設審査部門の島でございます。それではお手元の資料3に基づきましてご説明をさせていただきます。現在、当部門におきましては2年前の、2018年の8月1日に、日本原燃により申請がなされました廃棄物埋設事業許可変更申請の審査を進めているところでございます。ここでこの申請 に対しまして、許可基準規則、およびその解釈で、廃止措置開始後の、公衆被爆線量の評価をすることを要求しております。日本原燃に対して要求しております。その公衆被爆線量、評価の流れでございますけれども、4ページ目の図1に、簡単なフローを示させていただいておりますけれども、状態の設定や、シナリオごとの被爆経路の設定、モデルの設定、パラメーターの、設定など各種設定を行った上で、線量評価のを出すといった流れになると考えております。こちらの今回はこちらのですね、日本原燃が行った公衆被爆線量評価をするにあたっての各種の設定に関しまして、その一部においてその合理性の判断について審査方針を明確にする必要があると考えまして、お諮りさせていただくものでございます。その合理性の判断について審査方針を明確にすると必要があるといったものはどういったものなのかと申しますと、大きく分けて2つございまして、1つは現在の廃棄物埋設施設の周辺では一般的ではない生活様式に基づいた状態の設定および被爆経路の設定でございます。でもう1つはバックデータに基づいて設定できないパラメーターの設定、大きくはこの2点について審査方針を明確にする必要があると考えております。で具体的にその審査方針を明確にする必要がある事項というものはどういうものがあるのかといった点について2ポツ目に記載させていただいております。大きく3つございまして、1つは状態の設定におきまして、現在畜産や農業で利用されていない沢水の利用と称しているとか、また現在水道普及率 100% の六ヶ所村におきまして、沢水のを飲料水として利用したり、また同様に井戸水から摂取する水を飲料水として利用するといった状態を設定をしているところ、またシナリオごとの被爆経路の設定におきましては、最も可能性の高いシナリオにおきまして、沢水の一部飲用を内部被爆経路とすることを考慮していること、また最も厳しいシナリオにおきましては、井戸水の一部飲用による内部被爆経路を考慮しているといったところがございます。またパラメーターの設定におきましては、飲用水における沢水井戸水の割合をそれぞれ 10% と設定したり、また7ページの表1に示しておりますけれども、バックデータに基づいて設定できない、できずに線量評価が最も保守的になるように設定しているものがございます。こういった設定に関しまして、事務方といたしましては散歩のような審査方針で審査を進めていきたいと考えております。まず基本的な考え方でございますけれども、二ポツで掲げました、状態被爆経路パラメータ設定のうち、人間活動に関するものにつきましては ICPR の勧告の考え方に沿って現在の生活様式を考えて最も合理的に保守的で最もらしい方に基づいて設定されることを基本とし、その過程に基づかない設定がなされている場合には線量評価上保守的であることを確認するという考え方で進めたいと思います。また
状態被爆経路パラメータ設定のうち人間活動に関するもの以外、廃棄物埋設地及び周辺環境に関するものにつきましてはバックデータや設定値に設計値に基づいて設定することを基本とし、バックデータや設計値に基づいて設定できないものの場合はそれが占領評価上法主的であるといったところを確認することとしたいと考えております。この基本的な科学考え方に基づきまして二ポツで説明させていただきました事項に関しての審査方針は括弧2の丸1から丸3まで書かせていただいているような方針で審査を進めてはどうかと考えております。まず状態の設定でございますけれども飲料水につきましては現在一般的と考えられる水道の利用を基本としたものであることを確認し現在一般的ではない沢水の利用井戸水の利用がにつきましては現在一般的である水道水の利用と比較して占領評価上保守的な状態設定であるといったことを確認しようと考えております。シナリオごとの被爆経路の設定につきましては最も可能性の高いシナリオ、最も厳しいシナリオ、いずれにおきましても、水道水の飲料を経路として、設定していることを確認し、現在一般的ではない、沢水の飲用や、井戸水の飲用につきましては、水道水の飲用のみの場合と比較して、占領評価上保守的な被爆経路の設定となることを確認したと考えております。またパラメーターの設定につきましてはバックデータに基づいて設定できないパラメーターについては占領評価が厳しくなる最も標準的な値を設定していることを確認し飲料水において現在一般的ではない沢水の飲用や井戸水の飲用の割合については水道水の飲用のみの場合と比較して占領評価上保守的なパラメーター設定になっているといったことを確認すると言ったこういった審査方針で審査を進めてよろしいか本日ご審議をお願いしたいと考えております。なお今後の予定でございますけれども本日のご審議で明確にしていただきました審査方針に沿って今後の日本原燃のエルニオ変更許可申請の審査を進めていき行った上で改めて委員会にお諮りすることを考えております。また今回のご審議いただいた審査方針や日本原燃の審査権限を踏まえまして今後戦時中処分における廃止措置開始後の占領評価の審査に関するガイドを策定することを考えております。私からの説明は以上でございます。はい、ご意見ありますか。はい、少し補足的に説明いたしますとですね、今説明あった通りではあるんですけども、その8ページにですね、第2種廃棄物埋設施設の位置構造、設備の事業基準に関する規則とその下に解釈がありますので、今回は日本原燃ピット処分についてのですね、どういうふうにして、シナリオパラメータをですね、確認していいかという話でございましてですね、8ページ下の方にありますように、科学的に合理的と考える範囲の人工バレ天然バレの状態及び被爆に至る経路組み合わせのうち最も厳しいシナリオであってもうんぬんというところとですね、そのローのところですけども最も可能性が高いと考えるパラメーターとなんですけどもこの最も厳しいシナリオと最も可能性が高いパラメーターというのはどういうふうに確認していけばいいかというふうな話でございます。で具体のですね確認の方針いきましょうか。基本的考え方は2ページ目の基本的考え方にはあります通りですね、まあ、現在の生活様式を考えてうんぬんというのがあるんですけどもですね、まあ、生活様式というと現在はその水道水を飲用に使っているんですけどもですね、ちょっとそうじゃない場合も考えたらどうかというふうなことでございますが、そういう場合においてもですね、2ページ目の基本的考え方でありますようにその方その保守側にあるんだったらいいというふうなことも書かれてますというふうなことでですね、具体的なパラメータの設定については、まあ、基本は水道水ではあるんですけどもですね、最も確からしいについては沢水を 10%
飲むんだと、まあ、この7ページの表の位置になりますようにですね、 10% 沢水の割合があるんだということとですね、もう一つの方の最も厳しい方では、埋設地のすぐ近くにですね、井戸を掘削してですね、その水を 10% 飲料水を使うというふうにですね、まあ、そういうふうに設定しているところでございましてですね、まあ、生活様式とは若干もしかしたら違うか分からないんだけども、こちらにおいて保守的であるというふうなこともあってですね、そういうふうにして確認していったらどうかというふうなことであってですね、私自身とすれば、まあ、こういうふうな考え方も、規則解釈で言ってるようなこととですね、まあ、大きな考えとしてはそれに合致してるんじゃないかなと思いますので、皆さんのですね、いろいろとご審議いただければと思います。はい、他にご意見ありますか。番員、これはちょっと事務局に聞いた方がいいのか田中委員に聞いた方がいいのか分かんないですけど、今の説明で少し分からなくなったのは、ですからこの8ページの参考1のところに、自然事象シナリオ、まあ、E 色っていうのがあって、こういう形で、その最も厳しい場合と最も可能性が高い場合を評価するというふうになっていて、でそれはそもそもこの2ページのところにあるように、まあ、ICRP の勧告にも沿ったものであるということなわけですよね。で、私当初この、 議題の説明を受けたときに、括弧2の審査方針に書いてある今回の件に関してはそういう設定が難しいので、もう保守的であることは承知の上で、ガチガチであるけれども、まあ、それで言ってもいいだろうかっていう、そういう問いなんだと思ったんですが、今の田中委員の説明だと、いやこれで、そもそも8ページに書いてあることが実現されているということを確認するという趣旨だったのかな、だからどちらなんだろうっていうのはちょっとわからないんですが、なかなか重要な質問かと思います。で、生活様式を考えて保守的と書いてるんですけどもですね、まあ、もちろん現在の生活様式、まあ、将来の生活様式分かりませんからですね、現在生活様式であるというのが、まあ、廃棄物のこういうような場合には一応原則ではあるんですけどもですね、その水道水ということがですね、これから長期にわたってあるかどうかというのは若干そういう懸念もあったりしてですね、沢水あるいは厳しい方についてはその井戸水というふうなこともですね、ちょっと広めに考えてそれにおいても線量の基準を満たしているということはですね、分かればいいんじゃないかと、そういうふうな考え方だと思いますけども、もちろんちょっとなんか事務局の補足があれば。いや、まあ、ちょっと事務局の意見を聞くのはような話ではないと思っていて、で私もその手ここに意見があるので、まあ、後で申し上げようと思ったけど、そうすると議論がひっくり返るのでと思って、ちょっと私の意見を申し上げたいと思いますけれども、2ページの散歩にで基本的な考え方と審査方針って書かれていて、基本的な考え方からどうしてこういう審査方針が導かれるのか私は理解できなかった。でというのは、基本的な考え方は ICRP 勧告パブリケーション81の考え方にのっとってやるんだと。でじゃあこの ICRP 勧告が何を述べているかって言ったらば、とにかく現在の設定で保守性をきちんと考えて審査するしかないじゃないかと、将来のものっていうのは仮想的なシナリオに過ぎないよって明確に書いてるんですよね。そうするとこの ICRP 勧告にのっとって審査を行いますって言うんだったら、審査方針にこの1、2、3の2つ目のポツは出てこない。どうしてこんな想定を行った審査をするのか私には理解できなかったんです。ICRP 勧告を素直に読んで、で審査方針に立てるとこの上のポツだけ出てくるんですよ。で複土号ですから300年後のものに対してさまざまな想定を置いてどうこうって言うんだけど、まあ、これ審査方針が立たないのも当たり前で、ものすごく大きな不確かさのある話をやろうとしてるわけですよね。で果たしてこういう審査に意味があるのかとすら思ってしまうんです。もちろん申請書に書かれていることが真っ当なことであるかどうか、これは審査の中である、程度議論するということは、これはまあ意味があるのかもしれないけれど、
本当かなって、いや単にロジックだけから言ってもうこの基本的な考え方からどうしてこの ① ② ③ の2つ目のポツが延期されるのかが私には理解できないんですけども、これまあ万人ちょっと重なるところがあると思うんですけど、どうでしょう。まあ、そのそれぞれの2つ目のポツを完全に否定するつもりはないんですけれども、ちょっと触れておきたいのはこのパブリケーション81のその考え方ですね。現在の生活様式を考えて合理的に保守的で最もらしい家庭って、これ日本語だとよく分かんないんですが、英語だと確かリーゾナブリーコンサーバティブ&プロージブルなんですよね。ライクリーではないです、プロージブルなんですよ。だからということは日本語にすれば過度に保守的ではなくて妥当と考えられる家庭に基づけばいいということなんですよね。だからそういうふうにしたときに現在と全く同じ条件を仮定するのがそれに該当するのか、それとも多少コンサーバティブ側に振ったものがそれに該当すると考えるのか、まさにそこ判断だと思うんですね。だからこの上のポツ ① ② ③ の上のポツを考えるときに、まあ、妥当な保守性を考えることは審査において重要なんだろうと思うんだけども、この2つ目のポツを考えることがその確認とかその妥当な保守性の権利になるだろうかっていうと、私はこっちの方、こんなこと考えるぐらいだったら1ポツを本当にちゃんとやればいいんだっていうふうに思うんですけども、バンさんも田中委員。はい、ですね、この、水道、まあ、この2ページ見るとですね、1個目は現在一般的と考えられる水道の利用基本としたものであるというふうなことを我々はですね、そうであると思いますがですね、まあ、さらに基本としつつもどのぐらいちょっと保守的なですね、考えがやるかということで、その7ページで言ってますのは、その最も可能性の高い方ではですね、飲料水における沢水の割合を 10% とですね、別に沢水の割合 100% はしてないんですね。だから基本は地下水道であることを理解しつつもですね、若干その沢水のところが 10% になったらどうなるかという観点で、それをちょっと保守側に振ったというふうな観点でございましてですね、水道水の利用は一番基本であると。同じことでは下の方の最も厳しいにおいてもですね、その井戸水の利用はですね 10% というふうに書いて、まあ、若干そういうことでですね、これをどちらも 100% としてないというところが一つのミソかなと思いますけど、いかがなんですか。そうですね、これ10ページ、その ICRP 勧告、まあ、翻訳の方ですけども、パラグラフの44で、考察する時間的尺度が長いため決定グループの習慣と特性並びにそれが位置する環境の特性は仮定できるに過ぎないと。で、したがっていかなるそのような決定グループも仮想的なものであると。だからって言ってこの現在の生活様式を考えて合理的に保守的で最もらしい仮定に基づいて選ばれるべきであるって書いてるんですね。だからこれをベースとするんだったらは、それぞれ ① ② ③ の一ポツに審査をというか、まあ、視点を集中させて、そして現在一般的と考えられるものに対して一体その保守性の考え方はどうなんだっていうことをしろっていうのが僕 ICRP 勧告の趣旨だと思うんですよ。で、300年後の沢水を考えてね、それを 10% 飲んでっていうのが保守性の設定だと私は思えなくて、それこそ仮想的に過ぎないって ICRP が言ってるものなんじゃないかと思うんですが、いかがですか。はい、それでこの別のパラグラフでパブリケーション81のパラ別のパラグラフで確か言ってるのは、特に長期の推定になった時にはある程度こう様式化した定型化した評価にならざるを得ないだろうということを言っていますので、だからまさにどう決め打ちするかというところでしかないと思うんですね。で、多分今のその 10% 云々っていうのはこの現在の条件でやった時の評価の不確かさがどれぐらいあるかっていうのをまあ見ている
だけなんじゃないかと思うんですけれども、だからむしろその評価の中で、不確かさをどう見るかということの方が重要なんじゃないでしょうか。私もそう思います。でこの2つ目のポツがその不確かさやその想定の確からしさを見るための助けになるとは私は思えないんだけど、まあ一つのやり方だって言われればそれまでかもしれないけど、でもこれいいかようにでもなるような気がする極端な言い方をしますとね。他にご意見ありますか。まあ、ちょっと事務局の意見は後で聞こうと思います。石渡り、一つは私はこの現在というこの時間をどういうふうに捉えるかっていうのも問題だと思うんですよね。その例えば、水道にしてもですね、これは多分六ヶ所村だとかなり最近整備されたものだと思うんですね。まあ、我々が子どもの頃は東京の周りでも水道がまだ来てないようなところも結構あったわけですから、ですからその300年後に水道が完全な状態でこう運用されているかどうかっていうのはこれ分かんないわけですから、そういう意味でこの、まあ、沢水とか井戸水とかを引用として飲む可能性もまあ考えるということでこれを設けるのはですね、私はおかしなことではないというふうに思います。以上です。まあ、しかしながらその想定にはものすごい幅が出ますよね。300年後ですから。まあ、もちろんその非常に不確定なことを想定しなきゃいけないわけですから、それは当然そうだと思いますけれども、私が危惧するのは審査にならないんじゃないかっていうのが危惧するところなんですけども、他にご意見ありますか。山中委員。私はだから水道水が今その使用されてるんであれば、それがやっぱりベース基本ケースかなと。で保守性のをどう捉えるのかなっていう、多分ニポツは保守性を考えましたっていうので多分入れられたと思うんですけど、ちょっと違うかなと。だから水道を使うというのがベースで、どう保守性をそれに加えていくかというそこの取り方かなというふうに思いますので、ニポツがそうであるならばちょっと違うかなと私は思います。もしよろしければ山形さんがすっごく発言したがってるので、山形さん。あ、すいません、審査チーム長の山形でございます。すいません、資料の作り方でちょっと誤解を招いたかもしれませんけれども、この1ポツと2ポツの位置づけでございますけれども、1ポツの方は確認すると書いてますのは、これは要求、このような要求をするという趣旨でございます。飲料水は現在一般的に水道利用を基本としたもので、で占領評価をしなさいと、そういうことを要求するという意味でございます。で、ニポツの方ですけど、これちょっと確認するという言葉の使い方で、ある種保守性の評価の要求のように、思われたかもしれないですけど、これはちょっと趣旨が異なっておりまして、我々は上の一ポツが要求というふうに考えています。で、その上で、現年が違う方法で、出してきてますので、でもそれはまあ保守的ならばそれでも良しとすると、そういう趣旨でありまして、審査の判断の保守性に二ポツを用いるということではなくて、彼らの評価がその一ポツのものを上回っているので、それはそれで、なんていうんですかね、許認可の判断としてはそれで良しとしたいと、そういう趣旨でございます。山形さんね、その説明はね、ある種ひどい話ですよ。審査方針として2つポツ並べて確認するってなっていたら、それは許認可の要件だっていうふうに取って議論するでしょ。で、私はこの2つ、1ポツ2ポツって言い方したけど、ポツの上の方はこれは許可なのか認可なのか、これは許可なのかな認可なのかな、許可なんだね。だから私は上のポツは許可の要件だから、
で、これは審査方針として考えるべきものだと思うと。2つ目のポツっていうのは、たまたま申請書に書かれてきてるから、先ほども言ったように申請書に書かれている内容が適正なものであるかどうかをある程度見るっていうのは、まあ審査の中で致し方ないとは思うけれども、極端な言い方がすればそれが申請書に書かれてなかったら見ないわけですよ。で、今ここで議論するべきは、許可に至るまでないしは不許可に至るまでに間に何を審査すべきかっていうのが図られたと思っているので、ちょっとね、山田さん、それだとするとね、資料の作りが不備だっていうけど、それは測り方が間違ってるんだと思う。で、繰り返して言いますけど、私は許可の是非を考える上で判断すべきは、丸1、丸2、丸3のそれぞれに書かれている一つ目のポツだと思っていて、この二つ目のポツはここに書かれるようなものではなくて、もし山形さんの説明を受け入れるんだったら、ここに書くようなものではなくて、ちなみに申請書にはこういうことも書かれているから、それが真っ当なものかどうかは見ますって言うんだったら分かるけど、そうすると全然意味が違うでしょ。もともと事務局はこの2つ目のポツはそういう意味で書きましたっていうんだったらば、出直してこいって、要するに資料を改めてちゃんと伝わる形で委員会に諮ってくださいっていうのが答えになります。どうします、これもう一回やりますか。ただ今のその委員長の、まあ見解が我々の結論になるのであれば、もうそれは単に資料を作り直すということだけにしかない。いや、でも私と石渡りの間に意見違いがあるし、それから田中委員と私の間にも今の時点では意見の違いがあるので、また採決したわけではないので、はい、でやはり、まあ、5人の委員の中で意見はそれぞれで、やはり、まあ、一致はしてないですよね。だからやっぱり議論をする必要はあるんだろうと思うんですけども、まあ、ここで議論を続けてもう構わないけれども、これ300年後のこういう想定を置いて見ることが、この現在の状況から推定されるものに対する保守性の確認として妥当かどうかっていうのは、大げさに言うとそういうことなので、それを審査ので今事務局は実はこの2つ目のポツは、許可の要件とするつもりはありませんって言ってるわけだけど、じゃあそれでいいのかって、私の意見にはマッチはしてるわけだけど、どうしましょうか。はい、もうちょっと議論していただいてもいいんですけど、結局この辺のですね、不確かさをどういうふうに考えるのかというところに尽きるかと思うんですですね。でもちろん現在世界様式を元にするんですけどもですね、またその科学的合理的に考える範囲の中で最も可能性が高いと言ってるんですけどもですね、結局そのこと不確かさどう考えるかというところで、不確かさはですね、なかなか難しいとしたら、何かあるエイヤと仮定しなきゃいけないか分かんないしですね、じゃあその辺を確かさどう考えるかというふうな観点でですね、もうちょっと資料を整理したり議論してですね、その中でこの考えでいいんじゃないかとかですね、確認しないかという議論になるかもしれない。知れないと思いますが、結局先ほど委員長が言ったように不確かさをどういうふうに見るのかというところに尽きるのかと思いますけど、核燃料審査部門 の長谷川です。本日ご議論いただきまして、お話はよく分かります。それと我々この審査方針ですので、やっぱり残すべき重要な書類になりますし、一度ですね、きちっとですね、お諮りする事項、方針をですね、明確に分かるようにしてですね、資料をですね、修正し、もう一度ですね、確認をいただければと、そちらの方でですね、もう一回出直していきますということで、いかがでしょうか。田中委員、どうですか。はい、そういう方針でですね、説明していただいてます。まあ、これ
廃棄物の処分のですね、どういうふうにして確認するかということはですね、ちょっとあの今その原子力施設とはちょっと若干違う面もありますからですね、ここでしっかりとして議論になるような資料を作っていただいてですね、その委員会の中でもしっかりと議論して確認することが大事かなと思います。はい、他の委員特にご意見なければもう一回、資料を改めてでさらに再度議論をしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。4つ目の議題ですが、使用済み燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約、日本国第7回国別報告の作成についてです。これはあの IAEA のいわゆる合同条約会合と、まあ、合同条約って使用済み燃料の管理と廃棄物ということですけれども、その IAEA のジョイントコンベンションと言われているものの会議に向けてた国別報告の取りまとめの、まあ、それの第1回目ということです。国際室の一井さんから説明をお願いします。はい、国際室の一井でございます。使用済み燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約につきまして、国別報告の作成につきまして、ご報告いたします。この条約は3年に1回、検討会合というのを行っておりまして、それに向けまして、各締約国がその過去3年間の取り組みにつきまして、報告という形で取りまとめて提出をするということが決められております。で、今回、その報告を作成している途中でございますが、何を書くべきかということにつきまして、少し事務局の方で案を作りましたので、今回、ご報告しようと思っております。で、この案につきましてですね、およそこういうことを書けばいいのかなというのをまとめてはいるんですが、それだけだと少しちょっと具体的ではないので、現時点で事務局において作業中の国別報告の具体的な形、こんな形になるんじゃないかというのを、別点という形で、添付しております。そうしましたらですね、少し報告の構造について、ご紹介したいと思いますので、5ページ、資料の5ページの方をご覧いただきたいと思います。で、条約の規定にも続きまして、国別報告に関してはこのような構造でという、まあ、ガイドラインがございまして、今回、作成している報告はこのガイドラインに、構造を合わせております。で、ここにございますとおり、およそ条文ごとに、取り組みというのを、記載していくんでございますが、この最後の継承というところ、このプランドアクティビティというところですが、こちら過去3年間にどのような取り組みをしてきたかということをまとめているところでございまして、まあ、報告でいうところの、まあ、肝の部分ということになります。で、その次のページにですね、前回の検討会合の結果につきまして少し、これも参考に、添付しております。6ページでございますが、日本のこれ全体の結果ですので、他省庁が対応すべきことも含まれておりますが、今後の課題チャレンジであるとか、それから指摘事項サジェッションというのは今回の国別報告書に書くこととされている内容でございます。それから締約国全体につきまして、まあ、こういったことが重要ではないかというようなことを、まあ、7つほどピックアップされているんですが、まあ、これにつきまして1、2、5、6につきましては、まあ、必要であれば国別報告に変えてくださいというようなことになっておりますが、こちらは義務ではございません。国によっては書けること書けないことがございますので、そこは必要に応じてということにされております。それでは1ページに戻っていただきまして、今後のスケジュールでございますけれども、散歩図のところ、今年の10月27日が国別報告の提出期限となっております。その後、それぞれの国の国別報告のレビューをする期間を経まして、来年の5月24日から2週間にわたりまして、ウィーンで検討会合を開催されるということになっております。それではですね、今回の国別報告に記載すべきポイントとして、事務局の方で作りました案につきまして、担当の大辻補佐の方からご説明いたします。国際室大辻です。資料の4ポツ第7回国別報告に記載すべきポイントについて、資料に沿ってご説明いたします。まず、報告の章立てと構成は、今、一位室長の方から説明があったとおり、条約のガイドラインに従って前回と同じとしております。その上で、前回の国別報告、これは2017年10月に作成したものですが、その作成以降の原子力規制委員会の主な取り組みについて記載するとともに、前回検討会合において我が国の今後の課題とされた事項について記載する
という方針で、現時点の事務局作成報告案、別点につけておりますが、その報告案に記載しております。次ページに移りまして、両学校1では、報告案に記載した2017年10月以降の、原子力規制委員会の主な取り組みについて、ご説明しております。丸1から丸3につきましては、主な規則等の改正であり、E 章の法令と規制の体系に記載しております。で特に丸1、輸送貯蔵兼用、乾式キャスクに係る規則改正につきましては、前回検討会合で今後の課題とされた事項でもあるため、警鐘の方にも改正の経緯、審査の状況等を記載しております。次に丸4、次ページ丸5につきましては、検討中の取り組みを警鐘に、安全性向上のための取り組みとして記載しております。丸4の中心度処分に係る規制の枠組みの検討につきましては、前回の課題とされた事項でもありまして、丸5、ウラン、廃棄物のクリアランス、および埋設の規制に関する検討に関しましては、新しい取り組みとして記載しております。丸6から丸8につきましては、前回からの進展を記載しているものでありまして、丸6、東京電力福島第一原子力発電所における取り組みに関しましては、リスク低減プログラムの達成が前回の検討会合で課題とされた事項ですので、これについても警鐘に記載しております。次に両学校に前回検討会合で特定された課題についてご説明いたします。まず、我が国の今後の課題として指摘された事項は4項目ありました。そのうち丸1、東京電力福島第一原子力発電所から生じる廃棄物管理についてはご担当である経済産業省が記載されます。次ページに移りまして、丸2から丸4につきましては原子力規制委員会で取り組んできた事項ですので、すでにご説明したとおり報告案の中に記載しております。次、我が国に対する指摘事項、これは条約の実施に対して改善を要する事項として指摘されたもので1項目ございます。これは地層処分の施設のマイルストーンと計画の策定ということで政策に関することですので経済産業省の方で記載される予定です。最後に締約国にとって共通する重要な課題として4項目挙げられました。丸1丸2は政策に関連するため経済産業省が記載される予定です。で丸3の使用されなくなった密封宣言の長期管理と処分に関しましては原子力規制庁が税省の方に記載しております。で丸4レガシーサイトおよび施設の回復につきましては我が国には対象の施設およびサイトが存在しないため記載しないという方向にしております。私からの説明は以上です。事務局からの報告は以上でございます。ご審議の方よろしくお願いいたします。はい、ではご意見ご指摘があればお願いします。田中委員。はい、この廃棄物というかごと条約なんですけどもですね、対象とする施設はですね、例えば10ページ、この資料の10ページのところに、これは今検討中の報告、別報告案なんですけども、これ上から数行目のところにですね、使用済み燃料管理施設には、使用済み燃料貯蔵施設と再処理施設が含まれると、入っていると。で、放射性廃棄物管理施設には、廃棄物管理施設と廃棄物埋設施設があると。まあ、それがですね、対象ということでございます。で、今説明があったですね、その記載すべきポイントにつきまして、2017年10月以降の主な取り組みとか、前回の検討会合での示されたものに対してですね、こういうふうな書きぶりでですね、いいかと思いますし、で、今回、別点でつけていただいてます区別報告のです、ね、まあ、これは現在作成中のものだと思いますけどもですね、そこについてもさっと見ましていただきましたけども、記載すべきポイントについてはですね、適切に書かれつつあるのかなというふうな感触を持ちました。以上です。はい、他にありますか。
バイン。ちょっと事務局に、この場で確認しておきたいんですけど、これもう一つ原子力安全条約がありますよね。でそちらの方でもいろんな、包括的な説明が求められているんですけど、これとの住み分けってどうなってるんでしょう。まず条約上の定義で申しますと、原子力安全条約の方は民生の陸上に存在する原子力発電所ということになりまして、まずそこのカバー範囲ということになっています。で実は発電所の中にも廃棄物を貯蔵している場所というのはございまして、そこは実はオーバーラップしているということになるんですが、今回のこちらの廃棄物安全条約の方ではそういった発電所の中の貯蔵施設ではなくて、この条約の定義にございます、廃棄物の管理もしくは使用済み燃料の管理を主な目的とする、プライマリーな目的とする施設を対象に書いていると、そういう住み分けをしております。ある程度そのオーバーラップが出るのはやむを得なくて、特に福島第一なんかに関してはもうそれはやむを得ないことだと思うんですけれども、でこれすでに担当者にも指摘はしたんですけど、やっぱりその緊急時のところなんかがですね、かなりその実用論をベースに書かれているので、それはやっぱりちょっと違うわけですよね。確かに住み分けは説明があったようになされてはいるんですけども、実際その合同条約会合であるとか安全条約会合に行って、各国からのエキスパートがグループに分かれて国別報告を聞いてコメントをするときに、そんなに厳密に枠がはまってるかっていうと、コメントは大体何でもありのコメントが飛んでくるっていうのが実情ではあると思ってるんですね。ですからその、ここに書く書かないは別として、対処に関してはかなり範囲が広くなる。ただこの安全条約にしても合同条約に関しても IAEA の新しい事務局長、グロッシ事務局長は大変熱意を持って取り組んでこられている取り組みで、 IAEA においても今後プロファイルというかその存在はより重要さを増すんだろうというふうに思っています。ですから国別報告も従来は多少ディフェンシブな姿勢で書かれているようなところもあったかもしれないけど、その内容の充実を図ることは重要だろうというふうには思いますけども、他にご指摘ありますか。ちょっと私からいい、どうぞどうぞ。まだ今別点のやつをですね、まだこれからしっかり見ていきたいなと思いますし、その中で今バインが言われたようにですね、その防災関係のとか実用の例が多いとかですね、ちょっと再処理関係とかないのかなと思ったりしてですね、いろいろと私が気がついたところについては事務局の方に私の方から申し述べるということでよろしいでしょうか。ポイントはおっしゃっていただければと思いますけども、一つの大きなポイントはですね、省と節によってですね、書きっぷり量がですね、随分と違うんだと、そこバランスをよくしていただきたいなと思います。例えば64ページのですね、 F6 のところはですね、簡単すぎるんですけど、ちょっとその前のですね、F5 はですね、ページが多いとかですね、そういうと気になりますし、それから説明の中でですね、その人材育成のところとか、その訓練なんかのところですね、例として発電炉のことを言ってるんですけども、ちょっとやっぱり今回対象している施設のことを例として挙げるべきじゃないかとかですね、大きなところそれ以外、それだけまた後に細かいところちょこちょこございますが、内容の本質に関わらないことは事務局長に直接お伝えいただいてもいいと思いますけど、ポイントは委員会でおっしゃっていただいた方がいいと思います。私もそういう観点からするとちょっと具体例を挙げてお話をしますけども、45ページに F4-3 という東京電力福島第一原子力発電所の被爆低減の取り組みという項目がありますよね。これね、関心の強さから考えたときに記述があまりにプアですよ、やっぱり。でさらに言えば、その個人線量管理が2011年4月に新たに設置したって、でその後の変化も、例えばその今色分けして範囲を区分して防護対策に関しては濃淡がちゃんとついてるわけですよね。で全面マスクの状態から半面マスクで作業するところ、そういったその推移をきちんと書かれるべきだし、それから被爆低減に向けた取り組みについてフェーシングがどうのこうのって、これいつの話だと、きちんと取り組みが書かれるべきで、さらに言えば最後の行で、作業者の平均被爆線量は 0.35 ミリシーベルトとなっているって、今はそうですよと、だけどどう推移したんだ、
どういう状態にあったものはどうなったのかということこそ条約に対しては示していくことなので、私はこの項目はしっかり大幅に充実させてほしいと思っている。それから例えばその次の放出管理のところも2つ目の段落に書かれていることってよく意味がわからない。法令限度に加えて管理目標がありますっていうようなカテゴリーだけど、法令限度は濃度であって管理目標は量ですよね。別のパラメーターなんですよ。異なる尺度のものなのね。だけどここ何も書いてないですよね。でこれやっぱりこの項目もきちんと分かるように書いてほしいというのがコメント。それからこれはね、規制委員会規制庁だけではないんだろうけど、だけではないというかむしろ内閣府の話なんでしょうけど、58ページに安定要素材の服用の体制って例えば書かれているけれども、これは体制って書かれてるって、もちろん最後英文になるからどう書くかっていうのはあるんですけど、指針であるとかその仕組みがどうなってるかって話と、それから実態としてどういう体制が取られているのかっていうのが書き分けられてないので、外から見たときに実際どういう状況になっているのか、どういう仕組みが取られて実態がどうなっているのかというのが分からないと。で、こういったようなとこ、私が気づいた主なポイントってこうどうしてもその福島に関連するところがポイントになるんですけども、これ第1回ってなってるけど、あと何回考えてる？この後いろいろコメントなどいただく時間を考えました、もう1回やりたいなと思ってるんですが、各委員から事務局に向かってその指摘をしていただいても構わないんだけど、やっぱり内容に関わるような指摘っていうのは委員会でポイントをするべきだと思いますので、もう一回ちょっと一井さんが考えてた次の間に一回ちょっと設定を考えてもらって、各委員は別に口頭でも書面でも構わないですけども、大きなポイントについてはこの水曜日の委員会で指摘をするようにしていただきたいんですが、了解しました。先ほどちょっと言い忘れた大きなところ一つですね、RI 法関係の廃棄物についてもうちょっと充実して書いてもいいのかなというふうに考えました。はい、これ今日は第1回なのでちょっと各委員準備をしていただいて、そしてそのポイントの中でそれぞれの委員の間に意見の違いがあったらここで議論していく必要がありますので、そんなに間空けなくていいと思いますけれども、もう一回その意見を聞く機会を作ってもらえばというふうに思います。はい、ありがとうございます。承知いたしました。はい、他によろしいでしょうか。はい、それではちょっと事務局まだ作業を続けることもあるんだろうし、私たちの方としてはそれぞれまた大きなポイントの意見というのに関しては改めて今日もおっしゃってないものについてはまとめていきたいというふうに思います。それでは作業を進めてください。ありがとうございました。次の議題は東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電用原子炉施設、保安規定および、設計および工事の認可の計画の審査状況について、説明は実用炉審査部門の田口管理官から。はい、安全規制管理課の田口でございます。資料5に基づいてご説明をいたします。まずはじめにのところに書いておりますけれども、東京電力の柏崎刈羽7号機の設公認、それから保安規定について審査会合における主要な論点についての議論がおおむね収束してまいりましたので、現状と今後の予定についてご報告をいたします。2番でございます。まず設公認でございますが、ちょうど昨日令和2年8月25日の審査会合をもって議論はおおむね収束をしております。
で、審査会合の論点ではないんですけれども、中央制御室の下の部屋の消火設備、こちらの計算書については、そこに自動消火設備をつけるという判断を比較的最近したので、まだ提出が間に合っておりませんで、こちらの提出が9月上旬頃で、昨日確認したら9月の第1週、来週中には提出する見込みであるということでございます。それから法案規定でございますけれども、こちらも今年の8月20日の審査会合をもって審査チームとしての確認はおおむね収束をしております。で、審査チームとしては7つの約束などについて今年の5月28日第7回原子力規制委員会での指摘に対して一定の回答がなされたと考えております。で、その内容について別紙によりご説明いたしますので、委員の皆様から追加の指摘が必要かどうかちょっとご確認いただきたいと思います。それでは別紙に移りまして、まず一番下の投資ページでいうと4ページご覧いただきたいと思います。で、この4ページと投資ページの4ページと5ページのところに指摘とそれに対する回答のリストがございます。で、1から7が5月の規制委員会で出た指摘でございまして、1から4は文書でこういう指摘をしたいと言って我々が提案をしてご了承いただいたものでございます。それから5、6、7については当日の議論で委員の皆様からいただいた指摘でございます。で、この1から7についてどういう回答になっているかということをこれからご説明をしてまいります。まず最初です。1番と2番まとめて回答します。指摘事項を改めて4ページの上のところでご確認いただければと思いますけれども、1つ目は許可の時の議論を踏まえると、まず7つの約束、これをしっかり守るんだということが法案規定に明記をされる必要があると。もともとの案では少しそこがはっきりしていなかったので明記をしなければならないというのが1点目。それから2点目、東京電力はその7つの約束を原子力事業者としての基本姿勢という別の言葉に置き換えて、でその基本姿勢にのっとってあらゆる法案活動をやっていくと、こういう構成を取っているんですけれども、少し、そういうやり方で約束がしっかり守られるのかどうか少し不明確でありましたので、このあたり明確にするように指摘をしております。で、これに対する回答でございますけれども、答申の10ページをご覧いただければと思います。10ページの答申10ページの下のスライド番号でいうと16ページになりますけれども、まず基本方針のところで、当社は7項目の回答法などで約束した内容を遵守すると、まずこれをしっかり遵守するんだということを明記をされております。で、7項目の回答などということで米印で下に飛んでおりますけれども、これは規制委員会が示した7つの基本的な考え方、それに対し東京電力が回答した文書、それから同じ年の8月に規制委員会で行った議論、これを言うということで明確にされておりまして、ここで約束した内容を遵守するということをまず宣言をされております。で、遵守にあたっては原子力事業者としての基本姿勢を定めるという構成になっておりまして、で、その次ですけれども、発電所における法案活動は基本姿勢にのっとってやると、あらゆる活動はこの基本姿勢に沿って行うということがはっきりしています。で、ここで分かるのは、まず許可の時の約束はしっかり守るんだということが宣言をされているのと、それからその回答文書で必ずしも明示をされていない将来の活動、こちらについてもこの基本姿勢を定めることで、この夏の約束の考え方に基づいてやるという構成になっております。続いて投資ページ11ページをお願いします。で、この原子力事業者としての基本姿勢の修正版が11ページの上限に書かれております。で、もともとの案から内部は過筆をされておりまして、過筆をされたところが赤字で書かれております。で、これは東京電力の方で、作業しておりまして、答申の23ページに飛んでいただけますでしょうか。東京電力の改めてこの23ページの資料の左側に規制委員会の指摘と東京電力の回答で、右側に基本指定が書かれておりますけれども、この我々の質問と回答のエッセンスがしっかりと漏れなく含まれているかということを自ら精査をしておりまして、その結果として記載案が充実をしているということでございます。戻っていただきまして、
今、投資の11ページをご説明しておりますけれども、続いて投資の12ページをお願いします。また、3条の品質マネジメント計画のところで、上のスライドですけれども、社長の責任のところで、社長は A ポツのところです。基本姿勢を設定し、品質保障活動に展開することを確実にするという記載が追加されております。それから、当然ながら、その同じページの一番下のところ、マネジメントレビューの時には、この基本姿勢にのっとって保安活動がされているかどうかを社長がしっかり確認をすると、こういう仕組みになっております。したがって、過去の案に比べて、7つの約束を守っていく、どのように守っていくかということが明確になったというふうに我々は思っております。続いて次のページ、投資の13ページをお願いします。上のスライドの上のところに3つ目の指摘が書かれております。3つ目の指摘は、この7つの約束の遵守を担保するために、少なくとも以下の取り組みについては個別に明記を求めたいということで、これは経営責任者が的確な判断ができるようリスク情報が報告されて、その情報に基づいてリスクを顕在化させないための措置を実施することができる体制や業務フロー、これをしっかり明記をしてほしいという指摘でございました。こちらについての回答は、投資の15ページの下のスライドをお願いします。まず品質マネジメントシステムの中で、社長は原子力リスク管理基本マニュアルに基づいて原子力安全に関する情報が活用されて、品質マネジメントシステムの実効性が継続的に改善されていることを次の事項により確実にするということで、 A 内部及び外部の課題、それから原子力安全に関する要求事項を考慮した原子力安全に影響を及ぼす恐れのある事項の抽出、それから原子力安全に対する影響防止または低減する取り組みの計画実施ということで個別に追記をされておりますのと、さらにこの詳細が別点にということで追加されておりまして、そちらが次のページになります。投資ページ16ページの上のスライドをご覧いただければと思いますけれども、リスク情報が重要なものについては速やかに社長に上がって、社長は安全を最優先してリスク緩和措置を決定すると、こういった仕組みが作られているということを確認しました。またその下のスライドですけれども、こうしたリスクの情報については原子炉を廃止するまでの期間しっかり保存するということを確認しております。続いて18ページでございます。投資の18ページの上のスライドですけれども、東京電力のその保安規定の記載、東京電力は柏崎以外にも福島第二とか、あるいは東通りなんかについても同じ記載を設ける前提で文書を考えてきたんですけれども、まずは切り離して考えたいということが我々の考えでございまして、これを受けて青い四角のところありますけれども、もともとの案は原子力事業者の基本姿勢の後ろに当発電所に関わるものに限るという注意書きがあったんですけれども、これが入っていると柏崎と福島第一を切り離すかのようにも取れるので、これは削除をしてほしいと伝えて、これは削除されています。それから同じページの次のスライド、下のスライドでございます。こちら石渡委員の意見で、東京電力の基本姿勢の中で不確実未確定な段階でもリスクに対する取り組みをするっていう趣旨が抜けておりまして、単に世界から学ぶんだってことだけは書かれていたので、これでは不十分ではないかというご指摘でございました。でこちら先ほど見ていただいた基本姿勢の記載を充実しておりまして、一番下の四角に書いておりますけれども、基本姿勢のところ、不確実未確定な段階でもリスクを低減する取り組みを実施するということをしっかり書いておりますのと、重大なリスクを確実かつ速やかに把握し安全を優先した経営の判断を行う、こういった記載が追記をされております。続いて次の投資番号19ページの下のスライドをお願いします。こちら番員からの指摘で、東電の対話をする関係者の理解という表現が抽象的で、もう少し透明性を確保するとか説明責任を有するということを具体的に書けないかという指摘でございました。でこれを受けまして、まず基本姿勢、下の四角、下一番下の四角ですけれども、基本姿勢の項目1のところに、廃炉を進めるにあたってはというところで課題への対応について、地元をはじめ関係者の関心や疑問に真摯に答え正確な情報発信を通じてということを追記をしております。これに加えまして、次のページ投資の20ページでございますが、
品質マネジメントシステムのところで、外部とのコミュニケーションというところに、外部コミュニケーション基本マニュアルに以下のことを明確にして実施をするということで、組織の外部のものと効果的な連絡を取り、適切に情報を通知する方法であるとか、その他ここに記載のあるようなことが追記をされているということでございます。それから指摘事項7番目、同じページの一番下のスライドですけれども、法案規定でその7つの約束をどう守っていくかというのは明確ではない、特に社長の責任がはっきりしないと、この指摘、山中委員からの指摘ですけれども、こちら、今ご説明したとおり、7つの約束を守る方法と、それから社長の役割が明確になったというふうに我々考えております。で最初の資料5の一番最初の1ページ目に戻っていただきたいと思います。以上の内容で追加の指摘があるかどうかはこの後ご議論いただきたいと思っております。で、なおこの資料には書いておりませんけれども、東京電力の福島第一原発事故の教訓として、特に福島第二原発では外部電源の復旧作業、これ9キロメートル のケーブルを200人で自力で引っ張ってつないで、これで事故の拡大を食い止めたって、こういう教訓がございますので、必ずしも基準で明示はされていないんですが、そういう外部電源の復旧をですね、速やかにできる、こうした能力を持っておくことも重要ではないかと我々考えまして、で東京電力も許可の段階からそういうことをやりますと宣言をしておったので、したがってその実際の取り組み状況も保安規定の審査の中で確認をして、実際に問題意識を持って訓練がなされているということは確認をしております。そして4発今後の予定でございます。今後保安規定についてはこの後のもちろんご議論を踏まえた上でということですけれども、石膏に及び保安規定のそれぞれについて今後補正がなされる予定ですので、それを受けて審査結果を取りまとめて行政文書管理要領に基づく専決処理によって処分を行っていきたいというふうに考えております。実際の流れとしては、まず先ほど申し上げたように工事契約認可の方の消火設備の計算書がまだ来ておりませんので、まずこれがうまくいけば来週提出されて、でその後補正がなされて、それを見て我々の審査結果の取りまとめに入ります。で保安規定の方は工事契約の後に取りまとめていくということになります。それでは今の7項目のことについて追加の指摘が必要かどうかについてご議論をお願いしたいと思います。はい、山中委員。今報告にありましたように、東京電力ホールディングス株式会社に対して柏崎刈羽原子力発電所の保安規定の変更認可申請の審査会合の中で、委員会でご議論いただいた7つの約束についての指摘事項を伝えまして、東京電力からの回答に基づき審議をいたしました。当初は回答不十分なところもございましたが、その後丁寧に対応いただいて、今日報告がありましたように指摘事項には回答いただけたかなと思っております。本日ご審議いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、他にご意見ありますか。順番に加えればバイン、まあ、これも指摘はされてますけどどうですか。はい、なんと言いますか、その仕組みとして落とし込んでいくことが大事なので、特にその社長の責任を明示したということは非常に重要なポイントであったかと思います。で私がその指摘したことは、いわゆるトランスペアレンシーとアカウンタビリティですから、透明性と説明責任、それをもうちょっと踏み込めないかということで、対応はしていただいたんですけれども、で、まあ、その結果が投資ページの11ページですか、11ページの上のスライド番号で17となっているところの1っていうところの後半に書かれているんだと思いますけれども、ちょっと気になるのは、確かに説明責任については触れているんですが、透明性という観点に関してはどうなんだろうかと。まあ透明性ってのはあくまで説明責任の前提であると考えればそれで良いのかもしれませんが、見方によっては非常に慎重に透明性を回避してるなっていう見方もできなくはない。だから
安全上重要な事項の決定に関する特にそのプロセスをやっぱりタイムリーに公開していくというものが果たしてここから読み取れるんだろうかというのはちょっと気になる点です。でそれからもう一つは、投資ページの10ページですけれども、これの、2つ目のその段落ですね、発電所における保安活動は基本姿勢にのっとりで安全文化を基礎として、これ実は前回もちょっと気になったんですけど、この表現は果たして適切なんだろうか。安全文化っていうのはつかみどころのないものです、基本的に。でそれで各国の事業者も規制機関も苦労しているわけですけれども、そのつかみどころのないものを基礎としてっていうのはおかしくないか。安全文化はその行動指針ではないので、だからむしろこういう一連のことを通して健全な安全文化の醸成維持を図るというのならわかるんですけれども、安全文化を基礎としてっていうのはちょっと違和感を覚えます。私からは以上です。はい、他にありますか。いかがですか、田中委員。はい、指摘事項についてですね、こういうふうな考え方と分かるんですけど、やっぱり今番員も言われたようにですね、その抽象的とか文化にのっとりとかですね、やっぱりこれが具体に事業者がですね、法案規定に基づいて行動ができないといけないのでですね、それは今後の検査と見ていくことになってくるか分からないんですけども、まあ、その若干ちょっと抽象的なことに、それはちょっと変わったんですけどもですね、安全文化に基づいてとかですね、やっぱり、事業者としてもやっぱり具体の行動にですね、これ移せるときにやっぱり問題となるような書き振りがあればですね、彼らがまたしっかりと修正することも将来やっていいのかなと思います。はい、他に石渡委員。私が指摘しましたこの指摘事項5に関することにつきましてはですね、一応必要な対応はなされたというふうに判断をいたします。以上です。はい、本件先ほど説明が、まあ、私はこれ1回法案規定の審査会合をやって、でその上で委員会にまあ基本的な考え方というかについて諮られて議論をして、そこで委員から指摘をされた。でそれでもう1回審査会合をやったら、なんか今一つっていうのが返ってきたので、そこでまた丁寧に事務局から指摘をして、そして、先週やったらこれは指摘の甲斐があったというか、さまざまな変更がなされてきた、ずいぶん変わったなという気はしますけれども、しっかりしたものが来たので、事務局としてはこれは審査はおおむねこれでということなんですけれども、ですからここで今日の委員会で追加の指摘という形になるのであれば、審査を続けてもらう形になるし、これで、その軸の修正程度にとどまるものであるんだったらば、それは、審査会合を開く開かないというのは、それは山中委員はじめ審査チームの判断ですけれども、先ほど、バイン委員の言われたのも追加の指摘というか、その改めてこれだというふうに捉えるかどうかですけど、趣旨としては前回も言ってますし、基本的に軸の修正ということになろうかと思います。そして田口さんどうしますね。はい、完全に全部公開しながらやるんだということは確かに書かれておりません。他方でこの投資の20ページのこの上のところを見ていただきますと、この追加で線引いてあるところの A のところですね、組織の外部のものと効果的に連絡を取り適切に情報を通知する方法、こういったことも含めてマニュアルを作るとありますので、これをうまく運用することである、程度のことはできると思います。ただ最終的に本当に全部公開しながらやるってことをここに明記するところまで求めるかどうかはご判断いただければと思います。何もかも公開っていうのはそれは現実的ではないですし、それを求めているわけではなくて、ただやはりその安全上重要と考えられる事柄について、どういう議論が行われ誰がどのように判断したのかっていうのをできるだけリアルタイムに近い形で社会に発信するっていうのは、東京電力の置かれた立場を考えればそれは当然のことだと思うんですね。だからそれはきっちり担保されるべきだと思います。
はい、そうしますとですね、今説明ちょっと飛ばしましたけど、投資ページの28ページ以降にリスク管理業務の実際のフローをですね、提出を求めて、実際の細かい運用をどういうふうにやっていくっていうのは、ここで具体例を書いております。で、おっしゃるようなこれをどういうふうに公開するかですね、この社長に上がったような重要な情報、今は記録をしっかり保存するっていうところまで書かれておりますけれども、これをどう公開するか、こんな感じで公開するんだってことまで、しっかり明記をすべきであるというご意見というふうに受けたまってよろしいでしょうか。あるいはそれは運用でできるというお話かということなんですけれども、万人の指摘はクリアだし、それで、さらに他の委員から強い異論が出るようなものでもないと思って、むしろそれがエクスプレシットに明記されてればいい話なので、東電側に全く異なる意見があれば話は別だけども、これそんなに対処に時間のかかる話ではないだろうと。ただし書かれてる書かれてないということは重要なので、そういった意味で、審査チームとしてもこれ山中委員クイックに対応できるんだろうというふうに思うんですが、それを対処した上で改めて測ってもらうという形でいかがでしょうか。はい、了解しました。今の東京電力に伝えて、でまたその回答案をお諮りしたいと思います。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、本日予定した議題は以上ですけど、他に何かありますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは以上で本日の委員会を終了します。ありがとうございました。審査会合って事業者の会社を検索した場所なんですか。間違ってませんか。